僕は必ず行く。怖いね。行きたいですね。行きますか。もうすごい楽しい。はい、楽しいですね。土曜日だったら、ちょっと 前振って会社に言って、休み取る。どこへ来たら、どこへ来たら、本当に。皆さん行きましょう。楽しいですよ。ということで、あ、いや、楽しいですよ。いや、僕よろしく。サッカーはアウェーだそうです。はい。で表すと未熟というところで、来年はもっといいチームになってると思います。はい、今年のベルディを一言で表すと、もやもやでした。もやもやもそうだったので、多分試合に行くことはないと思うんですけど、山あり谷あり、山あり谷あり、はい、はい、もう勝つには勝つんです。負けるときは負ける。まあいろいろありました。はい、今年の東京ベルリン、個人的に一言で表すと、はい、ところですと、まあ、まあ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 昇格っていうところを、まあ、第一目標として始まったシーズンとしては、やはり去年とか一昨年みたいな、まあ、その前の川勝さんの試合だったりっていうような順位で終われば、まあ、なんとなく手応えはあったんですけど、この順位で終わったことに関してはやっぱ不満はありますし、ただまあそれだけなんかの、なんつうんだろうな、ロティーナ、ミゲル・アンヘル・ロティーナという人間が優秀だったんだなっていうのを嫌でも分からされたようなシーズンかなと思います。ただ、まあ、昇格自体は1秒でも1シーズン早くしたいとは思ってはいるんですけど、ただなんかそれを急ぐあまりにチームの会社としての強化だったりとか、そういったことがないがしろになっては意味がないと思うので、まあ、しかるべきタイミングで会われればいいなと思うので、まあ今年に関してはまあ非常に残念ではありましたけれども、今後来年以降、今年の反省生かしてくれれば、それが見えれば、まあ、いっちゃいいかな。ケンタかよ。いっちゃいいかな。今年一番良かった選手。奈良はに決まってるでしょ。あれは奈良はでしょ。はい。来季に期待する選手。奈良はでしょ。それは奈良は雄太でしょ。もう来年いるかいないか分かんないけど、もう奈良はが大好き。奈良はいると思いますよ。ね、はい。一番良かった選手は小池芸選手かな。ありがとうございます。純喜、純喜選手ですね。はい、はい、来季に期待するのは。藤田ジョエル、お、ちまっちまちゃん、ちまなんかもうそんな雰囲気ビシバシ最後の方感じる感じでしょうね。楽しそう、頑張れ。今年一番良かった選手、佐藤雄平選手。雄平ですね、大好きです。今ガオコ言ってますね。来年に期待選手ももちろん佐藤雄平選手、緑の血が流れるって言ってよね。期待してます、期待してます。そんな感じ。今年一番良かった選手、個人的でいいです。個人的に、いやもう完全に小池純喜しかいないでしょ。やっぱね、今いろんな人に聞いてるけど、もう圧倒的にその意見でね。でしょ、小池純喜以外答えにくいわ。いや、ただ個人的にはやっぱ
まあ、同い年なんでになっていたんで試合出場は少なかったけど、まあ、田村直哉の選手、田村直哉選手の活躍といいますか、まあ、最終節のプレーっていうのはやっぱ心に来るものがあったし、そしてあの小池俊樹選手が今年頭に加入が決まった時に、いやちょっと待って俺は上がる補強じゃない、上がる補強なんかしたら泉沢慎の補充になってるかなってないかぐらいだと思ったのに、こんなに活躍してもらって、まあ、あの小池俊樹全力投入さんみたいな、これは本人にも伝えてるんですけどっていうような状況なので、本当今年は良くも悪くもあの小池俊樹のシーズンだったなって思ってはいます。ただ個人的にはやっぱり上福本もすごく活躍してくれましたし、個人的なつながりというか個人的な好みで言うと、やっぱりリー・ヨンジっていう選手は監督がホワイトだろうが永井さんだろうが、やっぱなんか出たら何かやってくれそうな雰囲気があるし、やっぱそのサポーターに向けてスタンドでアップ終わりとかにおめえらやるぞって感じで煽ってくれるんで、こういう選手っていうのはすごく大事にしたいなっていうふうにサポーター的には思います。向き合ってくれる感がすごくあるもんね。そうですね、もうただただ俺らはプレーしかしないよじゃなくて、サポーターと一緒にいい雰囲気作ろうみたいな動きをしてくれる選手っていうのは本当に貴重なので、そういう部分でいうとヨンジ君っていうのはすごく僕の中では思いの強い選手今年は得点になりましたね。田村直哉が今年で辞めるからこそなおさらなりました、ね。それで来季に対する選手という質問ではあるんですけども、いやそもそも今日が12月の14日っていう時点で来季誰がいるのか知らねえ、知らねえ、わかんねえ。だから期待は誰に期待するかっていうのは全然ない。だからやっぱり残ってくれたらこいつ頑張ってほしいなっていう選手はやっぱりいますけど、まあ、今年に続いた小池純也もそうですし、足川陽太とかもね、まあ、そのすごい黒子的な動きが多かったですけど、彼には頑張ってほしいですし、まあ神には残ってほしいし出てくるか分かんないけど、オファーがあるか経営がどうか分かんないけど、上福本はやっぱりいろいろと向き合ってくれる選手なので、上福本と共に来年も戦いたいし、ただやっぱ僕個人としてはもしかしたらピッチの上でプレイヤーとしての結果は出せないかもしれないけど、やはり柴崎貴弘っていう選手には個人的な思い入れも強くて、僕が応援し始めた頃にルーキーとかで入ってきてる選手で、 J1 のいい時代も知ってる選手なんで、いや僕はそのずっと応援してて、まあ、田村直哉しかり、平本和樹しかり、飯尾和樹しかり、やっぱ最後に J1 のピッチに立たせたいっていう選手がずっといた中で、最後に残ったやっぱ柴くんは J1 に連れてあげたい選手なので、柴くんにはやっぱそのセカンドキーパーでやる可能性が高いかもしれないですけど、セカンドキーパーとしてチームを上げて、よくマルコはベルディの歴史を知ってる人間としてここで満足しちゃいけないよっていうのをもっともっと若い選手に伝えていって、チーム引っ張ってくれれば、声出すタイプじゃないですけど背中で引っ張ってくれたらいいなっていう部分で期待はしてます。はい、はい、ね、あのユニフォーム50周年のやつね、柴君のね、いや買っちゃったけど、多分あの金色のユニフォーム柴君で買ってる選手、選手じゃねえよ、買ってるサポーターってそんなにいなくない、多分10人いないと思うんだよ10分の1だと思う俺は。